明朝時代の南京の地図明朝時代の南京を模した立体地図源部門公門1950年代に撮影された三重の守りを持つ通西門南京城とは中華人民共和国の南京市の城である。明朝の時代に21年の歳月と20万人の労働者を動員して首都であった南京に建設された城である。南京は城壁に囲まれた 城壁都市であり、居住者の大部分が城壁の内側に住んでいた。明王朝時代の南京城は、世界中西市城敷地面積最大の都市であり、宮殿の面積だけで1.16平方キロメートル、皇族が住む、工城は6.53平方キロメートル、内城の面積は55平方キロメートル、そして外郭も含めた、都市全体の面積は248、 平方キロメートルと非常に広大であり、東の長安の2倍以上、清市王朝時代の北京城の4倍以上の広さを誇っていた。現在の南京市は人口800万人を超える大都会であり、市街地はこの城壁の外側にも広がっている。1988年、中華人民共和国全国重点分物保護単位に登録された。城郭は宮城、工場、 内城、外閣の世への守りを持つ。城門は、亀城で防御力が高められている。1368年元王朝が滅び、明王朝が建国した。南京城は、明の初代皇帝、朱現象によって作られた。1421年、永楽三角は首都を北京に移したため、南京城が皇帝の居城であった期間は短いが、 都都として重要な都市であり続けた1644年、農民の反乱軍が北京を占領し、皇帝は自害に追い込まれた。北方の満州族が建国した清はこれを機に、北京に軍を送りこの反乱軍を鎮圧し、北京を首都として中国支配を開始した。皇帝の親族により、南米が建国し、南京を首都として、 清吉に対抗するが大軍に包囲され落城、南米は滅亡した。城壁の長さは 35km に及び、中国最大級の規模である。日中戦争ではこの城壁を挟んで両軍が激しい戦闘を繰り広げた。戦後、城壁の修復が行われて、かつての姿を取り戻した。皇帝の居住区だった工場の部分は、市街地化しているが、名呼吸があったあたりは、 公園となっており、市民に解放されている。ありがとうございます。